お、どれかあるやん。よいしょ、食べるでー。閉めて開けてから食べてー。皆さんこんにちは、ニワトリチャンネルのレサとニワトリです。はい、ということですね、はい、今回ドラゴンスターさんから素敵なプレゼントが送られてきました。はい、はい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 。それがね、まあ、もう開封してるんですけど、はい、こちらですね。はい、はい、はい、まあ、何かと言いますと、オリパらしいです。オリパですね。はい、で、はい、手紙が添えられてたので、そちら読ませていただきます。はい、納品書、はい、7月3日作成、ポケカ22,222円、はい、お楽しみ袋、はい、送料700円、うん、総合計22,922円というお手紙が添えられていました。ありがたいですね。めっちゃ買っとるやんけ。はい、ということでね、おいこちらのオリパなんですけど、はい、全50口ありまして、はい、気になるトップレアは、はい、観光客 SR であったりとか、ガラルファイヤー V のスペシャルアートとか、はい、まあ、黒馬 V ボックスのスペシャルアートとか入ってるらしいんですけど、はいはい、安心してほしいのが、お店の販売価格で 22,222円以上になるように、なるほど、はい、封入されてるということなんで、はいはいはい、はい、まあ、福袋感覚で楽しめるかなという、なるほど、ね、商品になっております。運が良ければ観光客とかが入っているかもしれないっていう。そうなんですよ ね、 なるほどね。ただね、ちょっとね、まずいことがありまして、はい、これ買った後にイブヒーローズの再録の噂がすごい流れまして、はいはいはい、はい、まあ、その影響で、当たりリストにブラッキー V のスペシャルアートとか入ってるんですよね。はいはいはい、その辺がもし出てしまうと、我々的にはね、ちょっと相場が下がってるので、ダメージを被ると。なるほどね。まあ私的にはブラッキーであればまだいいですけども。でも私的には他のカードがいいです。なるほどね。まあそうですね。はい、まあ、ブラッキーもね、持ってることですし。はい。なるほどね。確かにその辺以外のね、カードを狙えていけたらいいかなっていう。思います。はい。わかりました。で、なんかでかいね。でかいんですよね。うん、なんか出てるし。うん。まあ、開けていきましょうか。はい。じゃあ一旦まず、これ、ポンポっていきますね。はい。はい。この中に、金色の黄金の封筒が入っております。ね、書いてるわ。黄金やったら当たり確定かもしれません。かもしれませんっていう、責任のなさがすごいな。なんか透明な文字で書いてるように見えますね。ああ、なるほどね、はい。書いてないっていうことですね。はい。はい。じゃあ見ていきますね。はい。わからないですね。まだわからへんか。わからないので、ローダーに入ってる感じだね。ローダーに入ってて、かつ厚紙で補強されてるみたいな徹底的に、はい、感じです。ってことは当たりの可能性高いですね。これめっちゃ言うていくやんか。あ、厚紙じゃないか。厚紙じゃないか。あ、これあれや、スリーブや。あ、スリーブない。はい、白いスリーブですね。はいはいはい、あ、待って、何枚か入ってる。あ、そうそう、何枚かは入ってるみたい。絶対そうなんや。ね、2枚入ってるみたい。あ、そう、2枚入ってる。うん、それはもう全部共通で、全部共通なん。じゃあ見ていきますね。はい。こっちがいいカードなんやろな。こっちから。はい。見ていきますね。はい。これ観光客。じゃあ開けていきますね。はい。はい、見えてますか。はい。はい、行きましょう。せーの、よいしょ。見えてる？見えてる。そうね。じゃあこっちが見えてるからな。裏向けるな。はい。せーの、インテレオンです。はいはいはい。こっちは。いや、嬉しい。もちろん嬉しいですよ。嬉しい。ただ、めっちゃフラグ立てだな、さっきそういえば。なるほど。めっちゃ可愛いやん。エビちゃんでした。あ、嬉しいな、嬉しい。はい、決まってきました。はい。はい。うん。うん。タイミングが悪かったのかしらね。かもしれませんな。はい。まあ、とはいえ、個人的には V 字の中やったら、ブラッキーの次に嬉しかったから。まあ、でもどうせね。どうせ高かろうが安かろうがあんた多分売らへんやろし、はい、まあ、エフィ確かにね、エフィが出たね、事実ということだけで、まあ、はい、アドじゃないですか。いや、そうですよ。はい、大切にコレクションしましょう。はい、させていただきます。はい、はい、という感じでですね、22,000円、ほぼ23,000円のリパ、はい、こちら2枚が当たりました。まあ、でもドラスタさんですね、やっぱりあの外れても大きい外れではないので、そう、ね、かなり有利な店舗なんじゃないかなと思ってます。はい、はい、また開けていけたらなと思ってますので、ぜひ皆さんもチェックしてみてください。はい、はい、というわけで本日も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。もしよければチャンネル登録と高評価、そしてツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。